本である。動画は最後まで見てくださいね。最後にグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。はい、おはようございます。第2ハウス 2B の朝です。みーちゃん、みーちゃん、珍しくここじゃじゃん、もーちゃんが逃げんといています。いつもは逃げるんですけど、今日は逃げないでね、いてますね。な、もーちゃん、もーちゃん、かわいい顔してんな。な、もーちゃん、ほんま2キロ台までね、なったと思われんね、ほんまに、ね、ほんまガリガリやったからね、もう死にかけてね。これ見てたらちょっと安心しますね、ほんまにね。みーちゃんも、はい、グレーちゃん、グレーちゃん、グレー、グレー、まあグレーやな。ちょっと濡れてるの、なんかどこ行ったね。外雨降ってなかったやろ。なあ、なあ。これで、はい、あんちゃん。あんちゃんはな、ちょっとマシになってきた。ちょっとあのオイルが効いてきたかな。まあ免疫力アップするのにあのオイルが一番いいと思いますよ。はい、ベリーちゃん、ベリーちゃん、お食事終わったら、ね、寝る体勢か。ベリーちゃん、ベリーちゃん、聞こえてない。ベリーちゃん、どうや、お食事終わったら寝る体勢かな。ベリーちゃん来た。あ、ベリーちゃんじゃない、あ、ベリーちゃんね。ベリーちゃん、マジか。風邪は治ってきたような感じがするんやけど、どうやろうね、まだ分からへんからね。サイちゃん、サイちゃんも最近ねオイル逃してんやけど、なんか変化あるかな。サイちゃん、ご飯一生懸命食べてんね。ミヤには治ってないね、取らなかんね。またあ、あの子、また子、ハナちゃん、あんなの子、ハナちゃんおいで、はいおいで、出といで、出ていなさい。もういい加減慣れたかんね。こういうとこおるときはね、あのいてるんやけど、まだ慣れないですね。ちょっとほんま、滑舌の稽古するんだ、ほんまに、ね、あの、辰吉さんのビデオ見ていかないけど、ね、やっぱりそういう影響あるんやろうね、年いったら。まあ、喋られるような、ね、はい、チャオくん、何してんの。あ、エルマちゃん、エルマちゃん、あれ怒るかな。怒らないよ。ちょっといいかなってきたか。今日はいい顔してんな、まだな、ね、ルイちゃん出てきてんな、ちゃんとちゃんと出といてよ、ね、ルイちゃんちょっと怒るかな、今日は落ち着いた方が多いかな。20、あ、それでも 22.5 しかないね。はい、みなこ、みなこ、
蝶ちゃん、蝶ちゃん関係あるやんね、これ。蝶ちゃんの母親やったりしてな、ほんまに。うん。マイルドちゃんとかの。うん、そんな感じするんやけど、ちゃうんか。ねえ、ちょっと声が小さかったけど、マイルドちゃんとかね、蝶ちゃんのおかんかな、思ったりね。ちゃうかな。似てるような感じもするんやけど。ねえ、ももちゃん。ももちゃん、ももちゃん、まあ、怒ってないように見えるけど、これ近づいたら怒るからね。ね、ももちゃん、ももちゃん、チュールやろうか、ももちゃん。逃げなかったな。ちょっと進歩。こっちの方何いるかもわからんね。あ、ダメ。一本やるわ。ももちゃん。おいしい。上の、あ、グレちゃんやるよ。あ、グレちゃん、グレちゃん。あ、出てきた。出てきました。ミケちゃん、ちょっとだけしかないからやろう。はい、第2ハウス 2C の朝です。はい、ニック、ニックちゃん、ニックちゃん、はい、シャーコちゃん、それとルナちゃん、はい、キキちゃん、シュウちゃん、はい、ネネちゃん、はい、昨日コメントであったけど、ねねちゃんのね、あの食事中のコメントあったけど、あれはもうね、ポンさん、レオちゃんとかに何遍も言われてるコメントやからね、もうあれは聞き入れないからね、うん、まあ、レオちゃんの時に散々言われたけど、結局今ご飯食べてる時でもなでなでできますからね、まあ、ああいう翔から見てはれへん人のコメント、あの翔から見てはってね、あ、それも見てはってコメントしてはる人やから、もうええかなみたいなね。なあ、ご飯食べてる時に掘って立ってとか、そのポンさんのやり方にね、あ、その鳴らすことでやってるんやから、この子慣れてないからね、そこははっきり言うときますよ、ね、同じことをやってね、あの言うてください。やってる活動をやってる人が言うてもらえんやったらね、まだわかるけどね、鳴らしていかなあかんね、この子たちは。ただ飼い猫とちゃうからね、
っぱり見てもうてなんぼの商売をしてるはるから、この子たちはね、慣れていかなあかん。辛いこともあるけどな。だから今日も同じことをねやります。ね、レオちゃんでも初め散々言われたけど、今じゃもうご飯食べてる時でも慣れないできますからね。あの時も散々言われたからね。結果どうやいうことやから。ね、もう他の子だってでもほとんどがご飯食べてても何にもないからね、それを慣らすと思ってるからね。まあ、掃除機一つでもそうやし、ね、ご飯のそういうことから全て掃除機、ね、あの慣れるのもこの子たちのやっぱり、飼い猫として生きていく、ね、宿命言うとあれやけど、やっぱりそれを慣れていかんと人間と生活できないからね。全てにおいてそういうことも含めて、ね、ポンサンホスではやっていきます。はい、この子たちもまだ慣れてないからね、まだケージに入ってもうて徐々にね慣らしていきますな。はい、じゃあ、あそこちょっと弾取らなあかんね。あそこに絨毯の下にあんねんな。これでサボコロちゃん、サボコロちゃん全然だね、今ね、この子も。まあ、徐々にね、縮めていかんと、ね、距離をね。はい、それでは、ねねちゃん、ご飯を与えるのもう一回やります。はい、ねねちゃん、ご飯よ。普通の人は言われたらやらんけど、ポンさん自分のやり方があるからね、人に言われてね、あれするんじゃないから。よしよし、なれな、おいで、なれなさい、おいで、ね、うん、おいで、なれ、ね、辛いかもしらんけどね、いろんなところでなれなあかんね。これご飯食べてるとかやっぱり警戒してるからね、こういうことになるから警戒心を解くのにやっぱりちょっとでも大丈夫やよいうことを教えていかんとな。よしよし、慣れたでしょ。よし、ね、この方が安心してくるから、しまいね。初めは怖いんですよ。まあ、昨日途中でやめたからそうなってね、変に思うけど、これ今この話見てたら別に変じゃないでしょ。ご飯食べてるときこういうの、あれ嫌がってるように見えるとこだけ見るからそういうふうに見えるだけだってね、僕はしぶといですよ。ほんまに自分のやり方いうのは思ってるから、人に言われてね納得いかんときはもう徹底的に言うから、僕は自分のやり方で今までこなして60何匹ね、他に10何匹出した猫ちゃんたちをやってきたからね、自信持って。なこう見て、こう見てたら多分ここの場面だけ見たら別に全然ね、言うあれじゃないと思います。一部分だけで、ね、やっぱり見てない言い張る人が多すぎるんですよ。だからヘルプさんとかにね言われるんやったらわかるけどただほんまの朝のね10分程度のその一部分のコマの部分だけ見てもって判断するのは絶対にねやめてほしい。実際来て見てもの言うてほしいね。ね、この部分だけ見てどう思いますか。ねえねえちゃん、あ、これで食べな、よよよ、怖ないよ、おいで、あ、食べ、安心して食べなさい。ああ、姉ちゃん、コミュニケーション取っていかんと。なあ、姉ちゃん、もう一回食べ、食べ、
ほら、まだ残ってるよ。もうなんかいっぱいか。ほら、うん、食べ。食べなさい。食べないの？まあ、これをね、鳴らすことにしていくんでね。姉ちゃん、食わないよ。あ、ちょっと警戒してんかな。まあ、いずれにしたかでずっとこなしてね、ポンさんがいてるわけじゃないからね、この後ね、あのポンさんもいつもどっか行くんやからね、その時にたま食べたりして徐々にね慣れていくことよね。また今みたいに長くね、続いてもうたら一番いいかなと思う。なでなでがねな、また この時点でも怖がってるからね、ちょっと怖いんかな、ポンさんのこと。まあ、ヘルプさんはね、結構こういうね、ことをしてくださってるからね、心を開いてると思うけど、ポンさんなかなかねそういう時間がないからね、うん、だからヘルプさんに会ってもらってんけどね、うん、ポンさんじゃできないことをね、まあそこらも理解してもらったら一番いいかな、うん、まあそれを徐々にね、全体的にリオちゃんいないけどね、全ての人たちね、また来る人たちにもね慣れてもらえるようになったら一番いいと思ってます。はい、以上です。私たちの仲間が道路で亡くなっていたらシャープ9910に連絡をお願いします。